第33回西木和地区人権教育推進大会は2月17日、西木和ふれあいセンターで開かれました。地区の小中学生から募集した人権問題に関する作文、標語の表彰式と、常滑6丁目の西光寺の佐々木真人住職の講演があり、参加した住民ら140人は人権尊重の誓いを新たにしました。作文の部は西木和小6年の中山菊乃さんの男女差別と向き合う、道中1年の木下智博君の制服のジェンダーレス化について、兵庫の部は道小5年の久保龍吾君の優しさは人の心を開くかにと、道中2年の新田沙羅さんの考えよう言葉の重さ命の重みが最優秀賞に選ばれ、それぞれ賞状を受け取りました。中山さんは作文で、小学校入学時に水色の鍵盤ハーモニカが欲しかったが、母親から女の子だからとピンク色を買わされて嫌な思いをした経験を取り上げて、みんなが自分らしく生きていけたら男女差別で苦しむ人がいなくなると思うと呼びかけました。女の子なんだからと言ってピンク色のものを買いました。私が男女差別をテーマにした理由は、このような女の子だから男の子だからと言われたことがあり、それはとても嫌だったからです。東京中学校は令和5年度から制服が新しく変わったと聞きました。それまで男子は学生服に、女子はセーラー服を決まっていましたが、男女を区別しないブレザータイプになったそうです。生徒総会で校則を見直そうという議論が生まれたそうです。一人の3年生も男女の区別をなくしていこうと社会が変わりつつある。学校の決まりはそうではない、考えよう言葉の重さ命の重み、西木和中学校2年新田沙羅。佐々木住職は人権を楽しく考えようと題して講演。大学生の時、小児麻痺で右手が不自由な友人に向かって左利きを差別する言葉をかけた母親と祖母に対して叱責する勇気が持てずに沈黙したエピソードを披露。50年以上経った今も悔やまれてならないと述べ、どんな小さな差別や人権侵害にも勇気を出して立ち向かうことの大切さを訴えました。両親がどこに誇りを持っているシーンだとか、人権の根本的な問題の出発は私の人権、皆さん一人それ一人一人それぞれ自分のこと、私の人権大切なんです。自分の人権が劣等感を持ってダメだとしょぼんとして、いや社会が悪い親が悪いって言ってるだけで自分が独立できないのと、そうか僕はこの T シャツでいいんだというのとどこが違うか、自分の人権をまず大切にしましょうというのが僕の今回のテーマです。大会では誰もが相手を思いやり、尊い命を大切にし、様々な差別をなくそうなど3項目のスローガンを採択されました。